こんにちは。すぐ使えるスポーツコーチングテクニックのお時間です。カツオと申します。よろしくお願いします。さあ、記念すべき第1回が始まりました。早速ですが、1回目のテーマいきます。すぐ使えるスポーツコーチングテクニックとはということで、自己紹介がてら、ちょっとこの動画について説明させていただきます。まずコーチングというのを調べました。コーチングとはゴールに向かうプロセスで、ゴール達成に必要な骨ららを身につけて、経験から得られる知恵とノウハウを手にし、目標達成の再現性を高めるツールや方法を備えさせる骨ららであるということです。さあ皆さん、おそらくこれを見ている方は指導者の方が多いんではなかろうかと思います。すでにコーチングを勉強されている方が多いと思います。なのでこの問題は非常に簡単な問題だと思います。すぐ分かりますよね。分かりますよね。はい、行きましょう。コーチングとはゴールに向かうプロセスで、ゴール達成に必要な技術を身につけて、経験から得られる知恵とノウハウを手にし、目標達成の再現性を高めるツールや方法を備えさせる技術であるということで、さあ皆さん、これぐらいは分かりましたよね。はい。じゃあなんでこんな簡単な言葉を問題にしたかというと、僕がコーチングを学ぼうと思った時に、僕は絶対この技術という言葉は出てきませんでした。コーチングというものを知識だと思ってました。コーチングを学んでいく上で知識ではなくて技術だということが分かり始めて、僕の中でいろんなことが変わってきました。じゃあ知識と技術の違いって何って話です。知識イコールひらがな3文字、技術イコールもちろん違う言葉があります。まあこれも簡単なんでね、まあ、ちょっと考えてください。わかりました。あ、よかった。はい、OK。知識イコール、わかる。技術イコール、できる。簡単です。はい、次います。では、ちょっと例えて言いましょう。知識と技術の違い。ここにある少年がいます。彼は野球をやってます。これ、あえてみんなに分かりやすいと思って野球の例えで言いますけど、僕自身も野球あまり得意じゃないし、本当に野球のことは全く知らないという人は、違うスポーツに頭の中で置き換えて聞いてください。少年はピッチャーをやってます。けど、まだストレートしか投げれません。まっすぐしか投げれません。だから、変化球を覚えようかなと思った。そして、例えばカーブですね。カーブを覚えようと思って、カーブの知識の島に渡りました。これ、渡る島って言いますね。あ、分かる子。渡る島に登りました。そして彼はここでカーブの知識を得ます。例えば動画を見たり本を読んだりして、カーブっていうものはどういう握り方が、どういう投げ方なのか、どういう時に使うのかというのを知識として学びます。知識として学んだからといってすぐ投げれるようになるか、もちろんそんなことはありません。それから技術の島、できる島に渡るためにはこの橋が必要になってきます。じゃあこの橋ってどうやって渡るのかっていう話をしますと、当然まあざっくり言うと練習しますよね。知識を得た後に自分でやってみて、ちゃんと曲がるようになったかなとかで、なんかこのフォームね、あの鏡とか自撮りをしながらこうフォームを見て、でプロ野球選手のそのカーブの投げ方のあれを見て、こう、あ、こうだこうだって練習して、トライアンドエラーを繰り返して、徐々にできるようになって、実際にグラウンドでできるようになるということ。それが技術、知識と技術の違いです。さあ、話は変わってきます。次は少年ではなくて僕の話をします。僕はコーチングを学びたいと思いました。なので、コーチングの分かる塔に入りました。そしてここで YouTube 動画や、例えば本を読んで、コーチングっていうのはどういうものかを学びました。知識は入りました。でもこのできる塔になかなかいけないなというのが印象です。知識は得られるけど、分かるけど、できないなというのが僕の印象です。もちろんコーチングというのはいろんな項目があるので、知識として得たものをすぐできるようになることももちろんあります。ただほとんどのことがなんか分からんけど、分かるけどなんかできないなみたいな、この橋渡れないなっていう印象が僕には非常にありました。皆さんどうですか？分かったものがすぐできますか？実践できますか？グラウンドで。さあここで何言ってんだと、加藤さん何言ってんだと、いやいや
分かる気できるよと、あんたバカなんじゃないの、あんたがバカなだけでしょって思うこと、思う人、出来事ですぐ渡れる人、この橋がはっきり見えてる人、もしくはコーチングっていう知識をたくさん学びたい、もっともっと知識を学びたいなって思う人、いらっしゃいますか。そういう人、そういう人はさようならということで、もうこの動画を見る必要は全くないです。はい、皆さんこの瞬間に切っていただいて、違う動画を見るなり本を読んだりしてコーチングを学んでくださいということで、短い間でしたけど、ここに該当される方、お世話になりました。ありがとうございます。はい、ということで、確かになと、僕と同じような気持ちになれる人、あ、確かにな、知識得たけど本読んでなんかいろいろ学んだけど結局俺できたのかな、いやでもそうか、できてないな、いやむしろできてるかできてないかもわからんなって思う人、すぐ使えるスポーツコーチングテクニックをぜひ一緒に学んでいってほしいと思います。今後もよろしくお願いいたします。はい、では引き続き話していきます。じゃあさっき言ったこの橋って何でできてるのって話をちょっとしていきます。同じものをこっちに書きました。さっきと同じように少年がカーブを学びたいと思ってワカル島に行きました。たださっきとケースが違うのが、ここにもうすでに人がいて、コーチがもうワカル島にいます。要するにカーブの知識を持ったコーチがもうすでにいるということです。でこっからはコーチと二人三脚でできる島に渡っていきたいなと思います。つまり見ている皆さん、おそらく指導者の方が多いと思うんですね。皆さんと同じ立場の人です、ここ。じゃあ彼を、この選手をこっちに持っていくために、もう当然知識は皆さん教えますよね。そこから技術まで持っていくまでに、ここに何が必要かというのをちょっと考えていただきたいなと思います。おそらくすぐ出るのが指導、まあ当然ですよね。まあこれは絶対必要だと思います。もちろんこの言葉もこの指導に含まれるといえば含まれるんですけど、あえてここに1個漢字2文字出しました。すごく重要だと僕は思ってます。わかりました。はい、 OK、 いきましょう。知識の次に大切なのが分析だと思います。彼が、少年が、コーチが少年にカーブの知識を教えました。そしてじゃあやってみてと言った。で僕カーブのことわからないんで、野球のこと全然知らないので、ちょっとあえて変なこと言いますけど、例えばカーブというものがこういう握り方で、こっからこう投げるとします。こういう1234という項目、この4つの項目で例えば投げるとします。でコーチが選手に、このプレイヤーに教えた時に、握り方はすぐできました。おお、うまいうまいと。じゃあ投げてみてたら、例えばこっからこんなこんな風に投げたっていうなってくると、要するに1234という項目があるとするならば、1しかできないという分析になります。だからそこから指導に入るわけですね。234をいかにしてやるか、それはコーチと選手それぞれの相性とかコーチのタイプによっても違うと思います。例えば1から212、この12をずっと繰り返してやる人と、1234をずっとこう流れるようにやって、結果できる塔に持っていくために、そういう指導の仕方があると思います。さあ今度また僕の話をします。僕はコーチングを学びたいと思ってワカル島に行きました。動画を見たり本を読んだりしてコーチングの知識を得ました。じゃあ次に必要なものは何か。分析。自分がどういう教え方をしているのかがわからないと、特徴といい点とか悪い点とかわからないと、自分は指導はできないんですね。さっきの少年も一人でやってました。カーブという知識を見つけて自分でやっていく、それを自撮りにしたり鏡を見たりして自分でフォームをしてくし、あ、ここが悪い点だな、あ、でもここはでき始めたなというのを繰り返してやっていくうちに、自分で分析して指導、これを繰り返していくうちに技術となるわけです。同じように僕もコーチングの知識を得るんなら、今度は自分が、あ、これできてるな、これできてないな、あ、俺これ不得意だなっていうのが分からないと、自分を指導することすらできないんですよね。どうですか、そこで皆さん質問です。
自分の教え方のいい点と悪い点、皆さん自分で分かります？自分の教え方のいい点と悪い点、これ勘違いされるんですけど、教え方っていうものはスポーツの、それぞれのスポーツの知識とは違うんです。例えば、日本代表の練習メニューを常にこう入手して、アップデートして、それを練習で行ってる、それは教え方の話じゃなくて、それスポーツの知識の話なんで、それをどう教えてるかってことですね。スポーツの知識ではなくて、教え方がどうだかという話。いい点と悪い点、皆さん自分が指導者のとしていい点と悪い点をしっかり把握できてますか？例えばですね、いい点の中に、コーチングの中に、まあ、必ず入ってくるこの振り返りという項目があります。練習をした後、まあ、直後、もしくは1日の練習が終わった後に、今日はどういう練習をした、どういうところが注意点だったっていうのを一回振り返る、もしくは書いたり口に出してアウトプットすることによって、頭に脳に残って、その日の練習がより効果的になるという、これいい点で、それを繰り返しを必ずやってますと、僕必ず振り返りやってますっていうコーチの方、それはいい点ですね。そういうことです。で、例えば悪い点、もう、そうですね、話が長い、ね、よく言いますよね、コーチでね、話が長い人皆さんあるんじゃないですか。話が長いのは決していいわけじゃない。同じことを伝えるならまとめて短い方がいい。その方がプレー時間も、長くなるし、選手のね、選手のプレー時間も長くなるんで、例えばこう、よく僕もね、よくいろんな監督を見るんですけど、こう話すのに、おい、じゃあ集合っつって、これを話したいですよ。頭の中で多分これを話したいなみたいなことあるんですよね。で、あそこ、こうなって、こうなって、こうなったら、こうなる、もっとこうしなきゃダメだよって言ってる間に、多分もう一個思いつくんですよ。で、あ、こうだ、こうやってるんだろうって、それと、これと、こうで、あそこもっと引かなきゃダメだよって言ってるうちに、もう一個思いつくんですよね。で、こうやって引かなきゃダメなんだよって、あとそこもさ、こうなって、もっとこうやってやって、グッてやらなきゃダメだよって言って、話がどんどん長くなる人いるでしょ、周りに。皆さんもそういう人いるんじゃないですか。きっといると思います。で、選手たちはボケーっとなって、ああ、話しなげーなーつって、何言ってんか分かんねえなーみたいな、自己満足しとんなこの人みたいな、講演会だなーみたいな、ああ、休憩時間みたいな選手の人ってめちゃくちゃおると思うんですよ。そういう意味でのいい点と悪い点、皆さん自分自身のコーチとして教え方のいい点と悪い点が分かるか、皆さんちょっと考えてみてください。今からちょっと20秒ぐらい時間を空けますので、その間に考えてください。それ以上考えたい方は一時停止して、自分の教え方のいい点と悪い点しっかり考えてみてください。はい、皆さんどうですか？自分の教え方のいい点と悪い点が分かりましたか？分かった人、自分のね、いい点、ここの自分がコーチングする上で教え方がこういうところがいい点だ、いやでもな、自分ね、結構例えばさっきみたいに話が長いんだよな、いやこれもあるな、そういうことがいい点と悪い点がしっかり分かっている方いらっしゃいますか？そういう人はさようならということで、ありがとうございました。短い間でしたけど、お世話になりました。ありがとうございます。また会う日まで。はい。ということで、そういう人は、分かる人はもう別にいいと思います。自分でぶち込む分析できる人っていうのは、どんどんそれを、いいところを伸ばして、悪いところを、改善していくっていう、それでいいと思います。じゃあ、分からない人、分からなかったなと思った人、はい。で、これは、そうですね、今後もよろしくお願いしますということで、今後もよろしくお願いします。はい。ということで、じゃあ、今後も、分からない人ね、今後もよろしくお願いしますと言っても、今後この動画で何をやっていきたいかっていうのをもうちょっと具体的に話しますね。イメージで言うと、この橋を渡るって言うんですけど、あくまでもこれ僕他の動画とか本をディスるわけじゃないんですけど、僕のイメージですよ。僕のイメージで言うと、他のコーチングを教えてもらうものっていうのは、だいたいこっち側にいる人なんですね。まあ当たり前といえば当たり前なんですけど、コーチングができる人、経験がすごいある人、ね、コーチングのことをよく知ってる人がこっちからこう教えてもらうわけですよ。まあ当たり前ですけどね。
で、僕らはこっちにいるわけですね。僕はこっちにいるわけです。こっちの島に。で、こっちから、あ、コーチングってこうなんだよ、こうなんだよっていうのを教えてもらうんだけど、さっき言った通り、教えてもらうばっかりで、ここの橋の話を誰もしてくれてないなというのが僕の印象です。あくまでも僕の印象ですよ。で、じゃあどういうことなのかなと思った時に、要するに向こうが、ね、こっち側のできるところからコーチングってこうなんだよっておっしゃって、なるほどな、なるほどなっつって渡ってこいよって言われてるんですよ、僕らもね。渡ってきていいよって言うけど、この橋ができてないんですよね。で、なんかそのもちろん全然できてないわけじゃなくて、例えばですね、そのこれ吊り橋だとすると、吊り橋ってこう板がこうねあるじゃないですか。その板が例えばこういう素材、柔らかい素材で板がこう並んでるみたいなイメージ。それしかもそのこの飛び飛びで橋にこんな素材が置いてあってもいけないじゃないですか。これえこれいけるみたいな。これいけたとしてもさ、次お、いけたいけたいけた、でもあの次ちょっと遠くない、どうやっていくみたいなイメージですよ。あくまでもイメージの話ですけど、要するにその吊り橋がしっかりできてない、板がしっかりできてないもので渡ってこいと言われているイメージだから、僕は自分からその橋は作れないし進めていけないんです。で、じゃあこの動画で何をするかというと、こういうものじゃなくて、もうまさにこれです。こういうもので、こういう素材のものを動画として提供したいなと思います。つまりこれ何が違うかというと、具体的だってことです。これこういう硬い素材で一個一個この橋を作っていきたいなというのがこの動画の目的です。なので、例えばさっき言ったというように、あの悪い点の時に話が長いみたいな話がありましたよね。それのじゃあなんで話が長くちゃいけないの、なんどうやったら短くなるの、どういう風な仕組みで短くしなきゃいけないのみたいなことを、このホワイトボード1回いっぱいでダーンとやって15分か20分ぐらいかけて、話が長いっていうのはこういうことなんですよと、あなたたちの話が長いのを聞くことによって選手ってこういう風に思ってるんですよみたいなことをしっかり時間かけて具体的に作るってことです。で、これを皆さんに毎回毎回この素材を渡すので、皆さんはそれぞれで橋を作っていただきたいと。で、これあくまでも素材の話なので、まあ、これでずっと話しますけど、あくまでもこれを渡すのは僕が一個の提案としてこれを渡すだけなので、これを必ずしも皆さんが橋で、皆さんの橋でこれをそのまま使わなくてもいいです。例えばこれをもうちょっと広くしたり、この間隔をですね、こんなこういう感覚で置くんじゃなくて、もうちょっとこう飛び飛びの感覚で置いてもいいから、あくまでもこれを僕は渡すのは素材なので、皆さんなりに性格とか選手とか選手の数とかによっていろんなことが変わってくるので、この素材をどうにかして皆さんに使ってくださいと。そのまま使って全くうまくいきませんでしたってことも絶対あるんで、あくまでも僕はあげるのは素材だということです。それをちょっと認識していただいて、このスポーツコーチングテクニックというものを見ていただきたいなと思います。そしてここでもう皆さんもだいぶ前からずっと分かってると思いますけど、この動画の大きな特徴、そして僕の大きな特徴、他とは違う本でも動画でもない、他の本でも動画もとも違う特徴というのがここですね。僕も自己分析できてないってことです。もう皆さんずっと分かってると思いますけど、僕こっちにいないんですよ。皆さんと同じこっちの島にまだいます。まあもしかしたらここら辺かなとは思うんですけど、一歩二歩ぐらいなんか進めた感じもあります。ちょっと自分の中でもこの分かった部分もあるんで、あ、できるちょっとできるようになったなっていうところもあったりもするので、僕はあくまでもこっからここぐらいにしかいないです。だから皆さんと同じようなところにいるので、いろんなところで僕が勉強したものを僕がまとめて、あ、例えばね、どっかの監督のコーチングを見てずっと見てて、僕まあ今あのいろんなコーチとか監督のこうじーっと見て、ああこういう風に喋ったなとか、あ、なるほどこの言い方いいな、いや今の言い方はあまり良くないなって僕チェックするのが今趣味なんでそれをまとめて、あ、例えばこの選手の監督のいいことがあったというのを、例えばこれでバーッとまとめてこうやって素材に渡すので、それを渡して、で僕も僕でそのこのものを自分の橋をつけていく。で、皆さんにそれを横で渡していくので、皆さんもそれで皆さんの
なんていうかな、この形にして置いていくと。で、まあ、一緒に進むというか、まあ、もちろんバーッと抜かしてってもいいんですけど、あくまでも僕はこっちからの目線でずっとやっていきますので、そういう動画だと思ってください。なんでお前偉そうなこと言ってんじゃねえよみたいな感じで言うのはあんまりやめてください僕はあんまり分かってないです実は。ということで今日のまとめ、はい、己を知るということで、皆さん己を知っていい指導者、グッドコーチになっていって、一緒にねなっていけたらいいなと僕は思ってます。そういう感じの動画になるという話です。終わりかなはい、ということで、ですね、ご意見ご感想はコメント欄にお願いします。アンチ並びに品のないコメントは無視します。はい、一緒にコーチングを学んでいきましょうという話なので、何かこうご意見とか、感想あるんならぜひぜひコメント欄に優しい言葉で書いてください。いいなって思った人はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。次ももう少し、スポーツコーチングテクニックのちょっと概要に入ります。でその次から第3回からは、より具体的な話になってきますので、そこら辺も引き続きよろしくお願いします。終わった終わった、ありがとうございました。また次。